阪神広島セリーグに加盟する各球団本拠地所在地、セントラルリーグは日本のプロ野球リーグの一つ。故障はセリーグ、またはセ。日本におけるプロ野球リーグの一つで、読売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズ、横浜 DNA ベイスターズ、広島東洋カープ、東京ヤクルトスワローズの6、球団から構成されている。 読売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズの3球団は戦前に誕生し、現在に至るまで親会社が変わらずに存在する老舗球団である。パシフィックリーグとは異なり、指名打者制を採用しておらず、投手を含めた9人のスタメンで構成されているのがセリーグの大きな特徴である。2019年11月11日にジェラと タイトルパートナー契約を締結。契約期間は2020年から3年間。2020年シーズンより、リーグ戦では、ジェラ・セントラル・リーグの名称が使用される。1949年、新チーム加盟の是非をめぐり、日本野球連盟が分裂し、加盟反対派の読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ、小地クロビンスを中心に、大阪タイガース。 新球団の太陽ホエールズ、広島カープ、西日本パイレーツを加えた計7球団で、セントラル野球連盟が発足。なお、発足当時は、小田急電鉄が球団を所有して、セリーグに加盟して8球団体制とする計画があったが、これは計画倒れに終わり実現しなかった。たもと分かった、賛成派の4球団は、3つの新チームとともに、 太平洋野球連盟ことパシフィックリーグを結成した。翌1950年1月には、球団所有が中止、消滅に終わった小田急電鉄と入れ替わる形で、国鉄スワローズも加盟し、当初の計画から違う形となったが、運営初年度から8球団体制となった。なお、初年度である1950年は、小地区ロビンスが、 セリーグ初代優勝チームとなったが、その年の日本シリーズでは、親会社のバックアップで戦力を充実させた毎日、オリオンズに敗退した。その後、1951年から1959年にかけて、水原茂監督率いる読売ジャイアンツの第二次、黄金期だった。日本シリーズでも1951年から1953年、 1955年において、鶴岡和人監督率いる南海ホークスを圧倒し、4度の日本一を決める。しかし、1956年から1958年では、かつて巨人を指揮した、三原治監督率いる西鉄ライオンズに3年連続で敗退。さらに1959年でも、杉浦忠史要する南海ホークスに0勝4敗と敗退した。 なお、日本シリーズで、ストレートでの4連勝を決めたのは、何回が、史上初だった。1951年1月10日に開催が、予定された、セリーグ代表者会議を前に、経営危機に直面していた広島と西日本を、整理する構想が浮上したが、当日の会議では問題を先送りされたが、結局シーズン開始直前、西日本パイレーツが、 パリーグの西鉄クリッパースと合併し脱退。1952年シーズン終了後には、太陽ホエールズと小クロビンスが合併して、太陽小クロビンスを結成し、6球団になる。以降、親会社及びチーム名の変更こそあるものの、チーム数そのものの増減はない。太陽小クロビンスが1953年に、 下関から大阪へ、さらに1955年太陽ホエールズに、改称して、神奈川県川崎市の川崎球場へ移転して、以降は、各球団の保護地域の変更もない。同球団は、1978年に、横浜市の横浜スタジアムへの移転とともに、横浜太陽ホエールズに改称しており、それ以降、本拠地所在地の変更もない。 1954年は中日ドラゴンズが球団初のリーグ優勝、その年の日本シリーズでも球団初のパリーグ優勝を決めた西鉄ライオンズを破り日本一となった。1959年6月25日の巨人、阪神戦でプロ野球史上初めての展覧試合が開催された。1950年代後半から 巨人の大沢春、長嶋茂雄が、球界のスター選手となった。1960年は、前年まで6年連続再開にあえいでおり、この年に就任した、三原治監督率いる太陽ホエールズが、球団初のリーグ優勝。そしてその年の日本シリーズでも、西本幸雄監督率いる毎日ダイエーオリオンズを4勝、0敗で制した。 巨人は1961年から球団 OB の川上哲次が監督に就任。当時の巨人は打撃陣では長島茂雄だけが頼りになる存在で、投手陣でも絶対的な存在がいなかった。そのため、川上はドジャースの先方をチームに導入し、後に V9 と呼ばれるセリーグ9連覇、日本一という前人未到の黄金期を築き上げる。 また、1960年代前半にテレビ中継の普及も相まって、やがて巨人と阪神は爆発的な人気を得ることになる。特に巨人同様読売新聞グループである日本テレビのプロ野球中継は日テレの看板番組でもあり、巨人は爆発的な人気を獲得し、子供の好きなものといえば、巨人、大砲卵焼きという言葉ができるなど、 VQ が始まる前から社会現象となっていた。そんな中、巨人のライバル球団である阪神タイガースは1962年1964年にリーグ優勝を果たすも、前者は元巨人の監督だった水原茂監督率いる東映フライヤーズに、後者は南海ホークスに敗れた。なお、1964年の日本シリーズは、 関西私鉄同士だったこともあり、御堂筋シリーズと呼ばれた。1965年から1973年巨人の監督だった川上は、選手個々の実力よりも、ドジャースの先方の導入に代表されるように、打球団に先んじて、チームプレーを導入することを優先した。またスタッフでも、牧野茂などを招聘。選手においても、 大佐田春、長島茂雄という二人のスーパースターを筆頭に、森正彦、柴田伊佐黒江幸信、高田茂、土井昭三といった、名選手や、堀内恒夫、高橋十三、城之内国夫といった旧史に名を残す投手が揃った。様々なポジションに適した人材が揃っており、一番二番と、クリーンナップで点を取り、あとは、その点を守備で徹底して守る。 日本におけるスモールベースボールの先駆けである一方、VQ の期間中、巨人はセリーグ最多チーム得点だった。当時の本拠地だった高楽園球場が狭くて打者有利の球場であったこともあり、VQ 時代の巨人は攻撃力中心のチームであったと見ることができる。1978年ヤクルトスワローズ。 球団初のリーグ優勝と、日本一1985年阪神タイガース。悲願の日本一1990年に、野村克也が、ヤクルトの監督に就任した。この年は後に、ヤクルトの正捕手として活躍する、古田敦也。1991年には、高津慎吾などが入団し、ヤクルトの黄金期を担うことになる。他にも、広沢克美、飯田哲也。 池山隆寛、荒木大輔、川崎健次郎、J. ハウエルなどの活躍もあり、1992年1993年にセリーグ連覇を果たす。さらに1993年の日本シリーズでは、5年連続パリーグ優勝の西武ライオンズを破り、1978年以来15年ぶり2度目の日本一を果たした。その後も生抜き選手では、 岡林洋一、土橋克之、石井和久、真中光宮本信也、稲葉敦敷など、遺跡選手では、吉井正人、ティーオマリーティーブロスウェイチミューレン、辻初彦、小早川武彦などが、ヤクルトで活躍し、野村克也監督時代のヤクルトは、4度のリーグ優勝と3度の日本一を成し遂げた。1998年シーズンオフに、 野村克也監督が退任し、翌年の1999年から、ライバルの阪神タイガースの監督に就任する。一方、その頃の阪神タイガースは、昭和末期、平成と二度の暗黒時代に突入する。1987年から1991年にかけて、1989年を除いて、四度の再会を味わう。 しかし1992年は、新庄剛、亀山勤、とむ、D. オマリーなどが活躍し、ヤクルト、巨人と優勝争いを繰り広げるが、終盤に失速し、ヤクルトに優勝を明け渡すも、巨人と同率2位と健闘を見せた。しかし、1993年以降は、成績も下降し、1995年以降、2年連続の、 最下位に転落するなど、再び暗黒時代に突入する。1999年に、ヤクルト前監督の野村克也が、阪神の監督に就任するが、第3次、吉田吉尾監督時代の1998年から2001年に、かけて4年連続最下位を味わう。結局阪神は1980年代後半から2001年までの14年間で重度の、 再会を味わった。しかしながら、そんな状況下でも、八木博士、矢部健一、檜山慎二郎、今岡誠、矢野照弘井川圭赤星則弘藤本敦志、福原忍など後の阪神を支える選手が、登場した。読売ジャイアンツは90年代を通じ1990年、1994年、1996年と、 黄金期ヤクルトに次ぐ3回の優勝を果たした。中でも1994年の10.8決戦で、同率主位の中日を下しての最終戦、優勝、1996年のメイクドラマは、国民的な関心を集め、地上波 TV 視聴率、観客動員も高水準で推移した。また積極的な補強とドラフト戦略の成功により、1990年、 V2 時点の主力から、第2期、長島茂雄政権での主力への転換にも成功した。この間、落合博光、清原和弘らのフリーエージェント補強にも成功し、ストーブリーグにおいても、話題の中心であり続けた。1998年横浜ベイスターズ、38年ぶりのリーグ優勝、日本一1998年の横浜ベイスターズは、 開幕カードの阪神相手には3連勝、スタートダッシュを決めるかと思われたが波に乗り切れず、5月終了時点では、貯金3の3位だった。しかし、6月後半から、マシンガン打線が爆発するようになり、16日から8、連勝して首位に立った。その後、オールスター戦を挟んで10連勝、アクシデント続出で失速する巨人とは、対照的に首位を固めた。 8月後半になると、負けが続く日も出てきたが、9月4日からの2位、中日との直接対決を、佐々木和弘の3連投で全勝、対応ホエールズ以来となる38年ぶり2度目の、セリーグ優勝を飾った。そしてその年の日本シリーズは2年連続パリーグ優勝の、強豪、球団 OB ーーの東を治む監督率いる、西武ライオンズとの対戦となった。 ゲバ表では、西部の有利と予想されていたが、第一戦から、マシンガン打線が本領を発揮し、中継ぎローテーションと呼ばれた中継ぎ陣そして、浜の大魔人こと、佐々木和弘が、最後に控える、投手陣、機動力で西部を圧倒し、4勝2敗で38年ぶり2度目の、日本一を果たした。2003年、 阪神タイガースの18年ぶりセリーグ優勝2004年プロ野球再編問題セパ交流戦クライマックスシリーズも参照これに先立つ2001年末に横浜ベイスターズは筆頭株主がマルハから TBS に変更となった2009年1月1日の改定日本プロフェッショナル野球協約発行に伴い連名事務局と直下の審判部記録部は コミッショナー事務局、パシフィックリーグ事務局と統合され、コミッショナー直属のセントラルリーグに営部、審判部、記録部となり、リーグ会長職は廃止された。2013年より開幕前のイベントとして、東京ビッグサイトにてセリーグファンミーティングを行っている。2019年11月11日に、ジェラとタイトルパートナー契約を締結。 契約期間は2020年から3年間で、リーグ戦では、ジェラ・セントラルリーグの名称が使用される。また、セ・パ交流戦の10年連続負け越し、また2010年代を通じて、日本シリーズにおける、セの優勝が1回のみに終わるなど、セの地盤沈下が語られる事態となった。 2016年から2018年広島カープ、球団史上初の3連覇球団表基準は、野球協約の保護地域表基準親会社の企業名、本拠地の球場名はいずれも当時のもの球団名の、解消年は解消後の初年度シーズンを起点に、表記1952年のフランチャイズ、制度採用後は、ホームアウェイ方式で、原則それぞれ半分ずつの試合を行う。 1.1997年から2000年と2015年から2019年は、総当たりが奇数回となるため、対戦カードのどちらか一方が、ホームゲームを一試合多く行う形式である。なお一試合増加分のホームチームについては、2年単位で、各年入れ替わりである。2.2015年以降のセパ交流戦は3回総当たりとなるため、対戦カードごとに各年で、 ホームチームを入れ替える。蒸気が規定上の対戦回数であるが、諸事情により公式戦を一部中止した年度がある。プレイオフ制度についての詳細は、プレイオフ制度、セントラルリーグの交算賞。2021年現在、横浜 DNA ベイスターズのみが21世紀に、セントラルリーグ制覇を経験していない。2020年現在、 阪神タイガースと横浜 DNA ベイスターズと広島東洋カープが21世紀に日本シリーズ制覇を経験していない。2021年現在、令和以降にセントラルリーグ制覇を経験していないのは阪神タイガース中日ドラゴンズ横浜 DNA ベイスターズ広島東洋カープの4、球団である。読売ジャイアンツは平成令和で、 最初の年にセントラルリーグ制覇を経験している。2020年のシーズン終了時点でリーグ優勝した年にクライマックスシリーズに敗退した経験がある球団は読売ジャイアンツと広島東洋カープである。またリーグ2位3位の年にクライマックスシリーズを突破した経験がある球団は阪神タイガースと中日ドラゴンズと横浜 DNA ベイスターズであり。 このうち中日も日本シリーズも制覇している。2020年現在、令和以降では東京ヤクルトスワローズを除く後、球団が日本シリーズ制覇を経験していない。読売ジャイアンツと阪神タイガースの2球団はセパ12、球団の中でも最も人気が高い球団であることから人気の瀬と言われており、現実に瀬の観客動員数は、 他のそれよりも設立以来常に多い状態であった。ただし、巨人、阪神以外の4球団は、その保護地域において、当該球団よりも、巨人や阪神のファンが多く分布している場合があること、また親会社の資本力も、巨人や阪神に大きく、水をあけられていることもあり、観客収入を対巨人戦や対阪神戦に頼っている時期が長かった。 ただし、2020年からの2年間は、リーグ3連覇による人気化、また新型コロナウイルスの影響もあり、広島が観客動員数1位となっている。また、一部の対戦カードでは、大巨人戦や大阪神戦以上の人気カードになることがある。ありがとうございます。